YouTube マッキーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ベーシストのマッキーです。今回はですね、名曲を生む悪魔のコード進行でメロディー弾いてみたということでね、今日はね、アナ雪とアナ雪のレッドイットゴーと、ビートルズのレッドイットビーの曲をね、同じコード進行なので、このね、悪魔のコード進行で、今日はね、ポジション表とかもついてるので、このコード進行のトーンに合わせて、皆さんも初心者の方もちょっと、知ってる有名な曲なので、あの練習にも精が出ると思うのでやってみてください。やりすぎ都市伝説っていうね、番組でね、感動コードって言ってね、このコード、この今日やったコード進行だと結構ね、名曲をいっぱい生んでるんですよ。演歌の名曲も生んでるし、もうディズニーアニメでは一番人気のアナと雪の女王の曲もこのコード進行ですし、ビートルズのレッド・イット・ビー、一番ね、有名な曲もこのコード進行。これはね、CGAmF というね、コード進行でやってまして、まあね、このコード進行で曲の中のストーリーとして別れがある、別れがあるようなストーリーがあると、なんというかね、こうずっと売れ続けるというかね、この曲がずっと売れ続けるというね、名曲を生む悪魔のコード進行でもあります。ということでね、今日はね、この名曲を生む悪魔のコード進行で、アナと雪の女王のレッド・イット・ゴーと、ビートルズのレッド・イット・ビーをちょっと弾いてみたいと思います。皆さんちょっと一緒に弾いてみましょう。CGAmF っていう感じでちょっとコード弾いてます。これもう僕のベースの和音でルーパーで入れた音ですね。で、まずアナの雪の女王、3弦のね、7フレットから、小指、僕は小指から押さえてますね。こういう風に入ります。ドゥドゥドゥって入ります。ドゥ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 、こういう感じで入りますね。で、レッド・イット・ビー、ビートルズの方は、感じで入りますね。ゆっくりいくと、アナと雪の女王だと小指から、弾きます。小指から7フレット、3弦の7フレットからドゥドゥドゥっていきます。ドゥドゥドゥっていきますね。7フレット4フレット、1弦4フレット5フレットって感じ。ドゥ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 、今度3弦の5フレット、1弦の7フレット、スライドします。これちょっと、これでね、あの、こういう風にすると音なんですかね、フレーズに表情ができますね、メロディーらしい。人差し指で3弦の5フレットを弾いて、1弦の7フレット小指で弾いた瞬間にスライド。最後はドゥ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 、人中指でスライドアップダウンっていう感じで弾いてます。ゆっくりいくとドゥ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 、ちょっと皆さんゆっくりやってみましょうか、一緒にやってみましょうか。
うすかね、どうすかね、ちょっとこれだけでも運指 の基礎練習にもなるんで、しかもあの有名なあのみんなが知ってる曲なのでちょっとやる気が出ると思うんで、運指のトレーニング、指の鍛錬にもなるのでやってみてください。あとビートルズの方が、感じですね、ビートルズのがちょっとあの穴行きよりは指動かさない感じかな。この、まずねビートルズの方が3弦2弦の5フレットからドゥーンドゥーンドゥーンで7フレットいきます。 で1弦の5フレット、あとコプリングオフしてドゥーンでプリングオフってやってます。こう小指からプリングオフで人差し指でちょっとここあの休符入れますね。ここまでいいですか、ここまでいいでしょうか。ドンドンダンダダンで、この後に7フレットから9フレットにスライドします。という感じでやってます。まあちょっと合わせていくと、このコードを入れていくと、ってな感じでやってます。なかなかねこの構図進行でなんか、弾くとねあのちょっとベースが楽しいというか、メロディーがいい感じになるので、まあ、このコード進行でアドリブの練習とかしてもいいですよね。このコード進行だと、C のメジャースケール、メジャースケールで遊んでみたりとかしてもいいですよね。まあドレミファソラシドをなぞってっていう感じで、あのドレミファソラシドの C のメジャースケールで遊んでもいいし、これ A のマイナースケール、 A のマイナーペンタトニックでも遊べますよね。いろいろななんかスケールのトレーニングでもこのコード進行で遊んでもいいのかなと思うので、まあいろいろとね、この名曲のフレーズをメロディーをベースで弾いて運指のトレーニングするのもいいし、スケールの練習にももってこいだし、いろいろですね。ということでね、今日はね、名曲を生む悪魔のコード進行でベース練習してみたという形でした。ということで皆さんもこの今日ね、この後
動画の後にこのコード進行の音音源だけちょっと流しとくので、ちょっと練習用 OK、 この後後半にあるので皆さん、ちょっと練習用 OK で練習もしてみてはいかがかなと思います。ということで今日はありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。チャンネル登録とグッドボタンがあると今日みたいな、あのなんかちょっと練習、こういう練習どうなか、こういう練習もいいのかなというご紹介したいと思います。あと、来月の5月の18日にですね、大阪行きます。大阪の重曹ってところでですね、ベースのオフ会、ベース会やりますので、ちょっと僕になんか見てもらいたい、演奏を見てもらいたいとか教えてもらいたいとか、一緒にベース弾きたいという人いましたら、あの下の概要欄に大阪ベース会の詳細ありますので、よかったら大阪近い方よかったらご参加ください。ということでありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。マッキー流モテるベースメルマガはこちら、 YouTube マッキーチャンネルもよろしくね。